こんにちは、マサです。今日は金価格あと100円で最高値更新っていう話です。今日の金価格は8842円と前日比で100円以上上昇しました。最高値が8972円ですからあと130円で超えます。昨日はいろんな要因でドルが売られたんですけど、 その結果、金が買われたと、そういうことなんです。一つは、欧州中央銀行の金融引き締めが加速するっていう思惑です。昨日、ドイツ連邦銀行のナーゲル総裁がこう言ったんです。景気に打撃を与えても、利上げも量的引き締めもやらないといけないと。 パンデミック対策でお金をジャブジャブばらまいてきましたから、その結果インフレが加速して前年比で10%を超えてしまっているんです。もちろんロシア戦争の影響もあります。アメリカより物価が高いわけですから、危機感が強いんです。だから金利をガンガン上げるぞ。民間から資金を吸収するぞって言って てているるわけでです。す。景気をを悪くして物価を下げるためです昨日は欧州中央銀行の副総裁もガンガンやっていくぜって言ってましたからそれでユーロ高ドル安になったわけです EU の経済指標がちょっと良かったこともあってこういうユーロ高につながったわけですもう一個はアメリカの中間選挙です バイデン大統領の民主党が負けそうなんです。下院はトランプの共和党が勝ちそうなんです。上院は接戦だそうです。どっちが取るかわかりません。それでドル安になってしまってるんじゃないかなって思います。わかりませんけどね。まさに今現在開票してますから、どっちに転ぶかわかりません。その結果、ドルがどっちに動くかわかりません。 明日、アメリカの消費者物価指数の発表もありますからこれによってドルが大きく動く可能性があります物価が上昇していたらドル高になって金は売られます物価が下がっていたらドル安になってドル建て金価格は上昇しますけどねとにかく今日と明日は大注目です目が離せませんでは以上です ご視聴ありがとうございました。